オクタビアル・ノラ・スペンサーはアメリカ合衆国の女優であるアラバマ州モンゴメリーにて7人兄弟の6人目として生まれるオーバーアン大学に通いリベラルアーツの学士を取得しているジョエル・シュマッカー監督の氷結の時で映画デビューを果たすもともとはキャスティングの仕事のために雇われていたがシュマッカーに早くでオーディションを受けられないか尋ねたその他に 25年目のキス、ビッグママハウス、バッドサンタ、スパイダーマンなどにクレジットされている。テレビシリーズでは、CSI、科学捜査班、ビッグバン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則、ウェイバリー通りのウィザードたち、NYPD ブルー、ER 緊急救命室、ダーマンドグレッグにゲスト出演、ハーフウェイホームと、アグリーベティなどには、複数回出演した。 2008年、映画、7つの贈り物で賞登場し、高い評価とメディアでの注目を得た。2011年、ジェシカ・チャステイン、ビオラ・デイビス、エマ・ストーン、ブライス・ダラス・ハワード出演のヘルプ・心がつなぐストーリーで主要人物の一人を演じ、批評家から高い評価を得て、アカデミー助演女優賞などを受賞した。ありがとうございます。